皆さんこんにちは。今日は中共のトップ習近平の最新状況について送ります。その前に私がこの番組を全部用意できた段階でですね、トランプ前大統領がまだ暗殺にかかった、暗殺未遂にかかったという情報があったので、それについてですね、少し報告します。地元の時間ですね、15日の午後、つまりですね、日本時間では今日午前中になるんですね。トランプがアメリカ南部のフロリダ州で、ゴルフをやっている時ですね、第5番目のホールに行ってパッと打つ、その前にパン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 とですね、銃の音が聞こえたと。そうです。しかし銃を撃ったのはですね、暗殺しようとしたその容疑者ではなく、警備員だったんです。トランプを守っている警備がですね、銃を撃ったんですね。で、容疑者がそのゴルフ場を守る、囲んでいるその金網の穴からですね、銃を出したその途端に警備員が発見したですね。で、発見されて警備員が先に銃を撃ったそうです。銃を撃ったんですけれども、容疑者は銃に当たらなくですね、銃撃されなくて逃げたんですけどね、逃げたんですけれども、警備員がですね、ドローンを飛ばして、それから追跡して、30分内にですね、逮捕されたと、拘束されたです。で、容疑者は車に乗って逃げたんですけれども、やはりドローンには監視されて逃げられなかったんですね。で、逃げた後、その現場に AK47 類型のその突撃小銃と、まだですね、カバン2つ、GoPro カメラもそのあったそうです。で、多分GoPro あるのは、その銃撃する、暗殺するその市のですね、生中継で放送しようとしたかも知らないですね。で、拘束された人、容疑者は58歳の男性ですけれども、暗殺の動機についてはまだ報道されていない、まだ確認できてないみたいです。これはですね、習近平のトランプの暗殺未遂のことについてですけれども、これから本題に入ります。中共のメディア新華社によると、習近平は9月10日の午後から11日の午前にかけてですね、山西省と甘粛省を視察したんですけれども、甘粛州では天津市の伏し廟ですね、伏義廟を視察したんです。視察した時は、習近平と同行したのは中央弁公室の蔡奇さんですね、中共の5番目のトップ、5番目の人ですね、いたんですけれども、伏義廟ということは、古代中国の三皇五帝の時期のその第1番目の皇帝、伏義を祀る寺ですね、お寺です。お寺ですけれども、中国人はですね、日本人は中国の歴史は4000年の文明歴史と言ったんですけども、中国人は5000年と言っています。その4000年と5000年の間はですね、中国では神殿文化と、神と人間が一緒にいた時期だと言ったんですけれども、中国人はその時のその皇帝ですね、みんな神と見ています。だから伏義、その皇帝を神として祀るところですけれども、この伏義廟はですね、中国では中華第一の廟と言われています。とっても有名なお寺ですけれども、しかもですね、伏義その神を祀る唯一のそのお寺です。だから中国では結構有名な寺で、しかもとても重要な寺です。で、ここにですね、習近平が行ったと。で、習近平がその行ったのその写真のですね、その伏義その仏像を見ている、神のその像を見ている写真が公開されたんですけれども、中国の共産党の幹部をですね、毛沢東をはじめて江沢民もですね、全てですね、神は信じないと、無神論と言っているんですけれども、自分たちはですね、心からは神のことを信じているんです。で、信じているんですけれども、ただし経験に神を祀るのではなく、神をですね、
自分のその何かと道具として使おうと、神の力を借りて自分の目的を達成しようとするのがその共産党の幹部、習近平も含めてですね。だから習近平がその副議の神のこの仏像の前に立っているんですけれども、立っているその姿がですね、何か礼儀がないですね、手をです後ろにこう置いてやっている、後ろで組んでいるんですけれども、このような形で見ているのは、まあ、なんていうかと祭るということではないですね。だから見ている形を見ても習近平はとても表情が何か良くないですね。顔色がちょっと白くで痩せているんですね。でも髪の毛も白くなっているし、だからこれから見れば習近平が何を思っているのか、仏像を見てですね、と考えられます。習近平は今困っているんですね。で、習近平はよくですね、仏像を祀るとか、仏像のお寺に行くことがよくあるんですね。例えば2019年夏頃ですね、いつも中教は夏休みの時に保護隊がの会議をやるんですけれども、その会議が終わったですね、この会議の期間に習近平まだ身を隠したことがあるんです。で、10日以上ですね、身を隠して再度出てくる時は、初めて行ったのがその仏像ですね、千仏堂というところにいたんですけれども、これは無国府ということ、罰行窟ということで、ところですけども、これは甘粛省の敦煌市のその近郊にある、仏教の遺跡です。これとても有名なところですけども、ここは仏像とか仏像のこう修練する人たちが入っていたその洞窟とかいっぱいありますからですね、千仏堂と言われています。で、ここにいてですね、いつもですね、習近平がお寺に行くと演説するんですよ。演説するんですけども、皆さんもよく知っていると思いますが、習近平はいつもですね、方向を明示するんだと、アメリカと中国とのそのアメリカのその、こう外務省が行った時も、対等の立場で相手とですね、会談するんじゃなくて、二つの両国のその関係をですね、どの方向に発展しなきゃいけないのか、有効な環境を保たなきゃいけないとか、そういうことばかりするんですね。自分がですね、両国の間で中国はこれから何をやるのか、両国の関係を、良い環境を保つためにどのようにやるんだと、ということを言うんじゃなくて、どのような関係を保つべきかと、そういうですね、いつもその方向を明示するんだと言ってるんですけど、お寺にいてもですね、いつも演説するときは文物とかですね、よく保護しなさいと、どういうことでですね、演説するんですけども、今回は何も演説もしてないですね。だから今回の場合は多分仏像の前に立っているその表情から見ても、習近平の最近発生したことから見ても、習近平はとても困っている。だから神の力を借りて自分のものを、今の困っていることをですね、解決してもらおうと思っているんじゃないかとですね、私は、考えているんですけども、それは不可能でしょう。神は人間のその困っていることを解決するもので、解決してくれるものではないですからね。だから習近平が困っていることはいろいろあるんですけども、特に最近ですね、最近は9月4日から6日にかけて北京でその中国とアフリカの協力フォーラムが開催されたんですね。で、この時にアフリカから53カ国の首脳が来たんですね。首脳が来て出席したんですけれども、習近平は開幕式で演説したんですけれども、これから3年内にアフリカ諸国に対して3600億元に上るその資金の援助すると宣言したですね。3600億元ということは、日本のお金に換算すれば約7兆1500億円になるんですね。で、このような大量のお金を援助するんだと。で、その中に3600億元の中に2100億元はクレジットローンで、800億元は各種の援助、まだ700
億円は中国企業による投資だとですね、またアフリカで少なくとも100万人の雇用を創出することを支援して、さらにアフリカ企業が中国でパンダ債を発行することを奨励し、また中国の広大な市場をアフリカ企業に開放すると約束してたんですね。で、これを聞いてですね、中国人が、たくさんの中国人が怒ったんですね。で、その怒った人の中には、まあ今中国で困っているのに、中国人のそのたまにお金を使うんじゃなくて、中国人が納税したのその税金でアフリカを支援するんだと。で、これが初めてではなくて、昔もずっとあったんですね。だから、いろんな国民がですね、批判の文章とか発表するんですけども、その中ですね、とっても有名な人ですね。多分、書いた文章から見れば、多分、ベニ2代、共産党の高層幹部の2代みたいですね。彼は文章を発表してたんですけども、大体の意味はですね、現在の中国では、経済、不景気が深刻になって、国民もですね、困っている状態、生活が難しくなって、大学生卒業すると失業するんですね。で、就職もできないし、工場も倒産する。で、国の信用が今ですね、ない、信憑性がなくて、国民の道徳がですね、大敗している時に、このような状態ですね、みんな習近平のせいだと、習近平の指導が間違ってですね。で、習近平はですね、中華民族の数千年の歴史の中でも、今、習近平の時代が一番最も悪い時期だと、社会の状況がですね。で、習近平の周りにみんなですね、ごますりのものばかりで、だから、習近平がですね、14億人の国民が何を考えているのか知らないですね。だから習近平の幹部みんな腐敗者ばかりで、最近だ、失脚した中国の石油会社 の、 その理事長は9000億人民元を横領したんですね。で、このような腐敗の事件は銀河系でもおそらく最も大きいです。深刻な汚職事件ではないかとですね。で、しかし彼は失脚した人は共産党員だとですね。で、この文章を書いた人はですね、自分もかつて共産党員だったと。だから多分、共産党より脱退したのではないかと考えられますね。昔は自分も共産党員だって、まだ、革命軍人のその家庭の出身だと。出身でベニニ代だとですね、って言ったんですけども、自分さえ恥ずかしく思っているのに、習近平はですね、恥ずかしいことを知らなくですね、黒人ですね、アフリカから黒人の友人たちですね、彼らにお金をいっぱいあげるんだとですね。今まで習近平は十数年の間ですね、6万億元のアフリカの人たちにあげたと、無償でですね、6万億元とドルですね。ドルということは約845万億円になるんですね。これような大量のお金をあげたと。中国西部の子供たちはですね、貧乏で学校に通うこともできなく、ご飯もいっぱい食べ、腹いっぱい食べることができないのに、習近平は何かですね、こんなことを無視して、全世界で人類運命共同体をやるんだとですね。これは売国道ではないかとですね、自分の自国の56民族の共同体もできないのなのに、その人類の共同体をやろうとするんだですね。だから習近平は豚にも犬にもその及ばないやつだと。これはですね、中国語ではとても人を罵る言葉ですね。だからこんなことなので、習近平はですね、今困っている。で、ただの普通の国民に反対されるんじゃなくて、これはですね、習近平を批判するそのベニニーだ人は何人かいるんですけれども、みんなですね、公に批判するんです。名前を出して、で、この人は多分名前を出してないので、新しくですね、出て習近平を批判する人ではないかと考えられます。だからベニニーダの人からもですね、習近平は反対されるんだと。
ここでですね、書いたのは中国細部のその子供たち貧乏だと言ったんですけれども、これは昔私の本ですね、残虐の大地の本の中にも書いてあるんですけども、四川省の梁山というところですね、とても貧乏で、今も貧乏です。私がこの番組を作る前ですね、つまり習近平がアフリカのその人たちとフォーラムを会議をやっている時に動画が公開されたんですけども、ある女性がですね、多分ボランティアをやっているとか、梁山に行ったんで、梁山に行って子供たち、ずっと子供たちを支援していてみたいです。動画から見れば、自分が1年間ですね、ずっとですね、援助したお金をどこに行ったのか、なぜこれらの子供がですね、学校を通わないのかですね、貧乏で、ご飯もない。家から行っても、両親でもみんないない。だから自分がですね、他の人同意して集めて、そのこうボランティアでですね、支援したお金はどこに行ったのか、で村長に聞いてみようと。で村長に聞いたら、村長はですね、これらの子供は孤児、両親がいない、あるいはですね、両親が出稼ぎに行ってですね、面倒見てくれる人がいない、中国ではルス子供ですね、ルス児童になっているんだと。だから彼らはですね、生活もできない、そういう状態になっているんだとですね。でお金をどこに行ったのか、何も言ってないですね。でも私が考えるには、多分横領されてないかとですね、直接子供たちにお金をあげれば、お金は子供たちの手に入るんですけれども、誰か一回ですね、赤十字会でもいいし、村長にもいいし、お金をあげたらそれはどこに行くかわからないですね。だからこの女性は子供がかわそうと言ってですね、思って町に、自分の都市に戻ってきて、いろんな服装とか食べ物とか買って、野菜とか買ってまた戻っていたんですけれども、ご飯を作ろうと、料理しようとしても食器がないですね。で新しい服を着て、買ってきたんですけども、新しい服を置く場所もない。綺麗なところもない。そんな汚いところになってるんですね。だから、こんな状態なので、中国国内ですね、国内の国民はこんなに状態。山の中の子供たちは貧乏でですね、生活さえできない。また大学生ですね、今年も1000万人以上の人が卒業したんですけども、卒業イコール失業になってるんですね。だからこんな状態、また広東省ではですね、今毎日のほど動画が公開されるんですけれども、広東省のその広州市は昔はですね、とても繁華な町になっていたんですね、都市になっていたんですけれども、今は経済不景気になって、農民工だけでもなくですね、普通の人も今失業して、家も借りることができない。だから駅で寝ているとか、あるいはトイレの中でも寝ているんですね。そんなものがたくさんあるので、こんな状態で習近平が、ね、アフリカに3600億元の援助するということは国民は許されないですね。だから国民だけではなくて、ベネニダイも反対している、こんな状態だから、まあ、それにまだ習近平がウクライナとロシアの戦争でロシアを援助しているんですけども、それも今ロシアも負ける状態になっている、こんな状態だから習近平がですね、困っている、もっともっと困っている状態になる。だから写真から見れば、その仏像に立っているんですけれども、おそらく何の問題も解決できないでしょう。で習近平は最後の共産党の最後のリーダーになるから、習近平が失脚すれば共産党が崩壊するんだと私はですね、思っているんですけれども、今習近平はこんな状態となっています。今日はですね、習近平のことについて、最新の状況について送りました。ご視聴ありがとうございました。